前回のカツクラ。ああ、また麺師が火薬のところ作ってくれたんだ。うわあ、すごい。なんかお礼をしないと。あ、そういえばいつも一人でなんか頑張ってるシーンあるよな。あいつ喋り相手欲しいんじゃないのか。あ、友達を作ってあげよう。そんなわけで友達大作戦。そう、あの可愛い可愛いスライムたちを彼のところに送り届けるんだ。しかも一人につけるとなんと分裂したその先まで全部友達。これで喋り相手ができて彼も喜んでるはず。さて今日はなんだ、紙だくじ、危険な匂いが。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いや、友達大作戦しっかり決まりましたね。よかった決まって。あ、でも友達で言うと、そうだそうだ、まだまだいっぱいいるんだよね。あっこに、この子もちょっと将来的に送り届けようか。ほり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 、生まれてんな。いっぱい生まれてんな。なんかかわいいな、かわいいなあいつら、ほんと。いや、このまんまもうどんどん増やしていって、ちょ、彼らのところでもこれ元気やってたかな。前あげた子たち元気やってるんかな。ちょ待って、鳥尾さんどこのは、あー元気やってる元気やってる元気やってる、やってんね元気。いいねいいね。他のところにも出張でね、誰か行ったような気はしたけど、ちょっと記憶にない。記憶にないわ。なんかいっぱい貼った、ここなんか汚ねえな、ここ、いろいろ危ない危ない。人の振り見て、自分の振りみたいな、あの自分のところマジ綺麗にしよう、心入れ替えよう。しっかり来てなかった、しっかり。あっちもうちょっと綺麗にしていかないとな。あ、ほんで本日はですね、なんか危険なメッセージがね、あったん、実は見つけてしまったんですよ、これ。人間阿弥陀くじ、エンドのマイナス64、マイナス42、取れ高あります。断末魔待ってます。ということ、阿弥陀くじだからさ、当たりがあるっていうことなんじゃない、これ。マイナス64、マイナス42。え、なんなんだろう、これ。すげえ気になる。取れ高ありますってことは、いいんすか？これで一本にしますよ。一本にしますよ、私。そういうの、全然。取れ高なかったら大変なことになるからね、今日の動画。昨日のやつは薄塩味で攻めたから、今日はね、あのコンソメパンチぐらいに持ってきたいんよ、味としてはね。だからコンソメパンチいきたいのに、あの水で薄めましたよみたいな、ダメ、それダメだからね。その日々の濃淡、これをつけていきたいからね。まあちょっと行ってみるか、行ってみますか、うんなら。いやー、あるんだろうな、ちゃんと。ちょっとその間、あのコメントを読みながらね、向かっていきますかね。はい、先日、昆布の話したと思うんですけども、翻訳家さんありがとうございます。ガチ翻訳家さんだったらどうしよう。可能性あるかもしれないけどね。あ、遺伝と、なるほどね。だからちょっとね、あ、ちょっと頭やべえかなみたいなお父さんがね、みんなのお父さんもそうよ、めちゃめちゃ毎日狂ったように昆布食べてたら肩トントンって、仕方ないよって、うん、仕方ないよってだけ声かけてあげてください。あの頭の部分とかにフォーカスしなくていいよ、頭は仕方ないよじゃなくて一言、仕方ないよって、昆布を食べてるお父さんにね、仕方ないよって言ってあげてくださいね。うん、仕方ないんだって。うん、仕方ないの。いやー、残酷だね、本当に世の中、残酷、びっくりする、残酷すぎてびっくりするわ。他にも森岡のカズさん、ありがとうございます。私は福井のカズですけど、ドツさんたちが地図完成させても、嘘だろ嘘だろ、それはマジかよ、目あったんじゃねえかよ、しかも、ね、それはちょっと見に行ってんよ、相当な対策からね。いてててて、いや、あっちのやつだよね、地図っていうと。ちょ待って、それは見ておこう。ちょ、エンドの阿弥陀くじをね、信用していないわけじゃないよ。あ、まず上空から行くか。うわ、ほんとだ、なんかできてる。うわ、できてる、なんか。おれ、こら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 、今回来てないです。こら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 、まったくもう。
いや、さすがだな。前の罰ゲームだからね。またね、そろそろ、月齢大会の、こうなったんだ。まあまあ、綺麗に再現できてるっていう。ああ、いいやん。今回のデザイン。いや、最高のデザインできましたね。それはそうと。はい。阿弥陀仁ね、参りたいなと思います。阿弥陀仁。カズクラ！はーい、どうもエンドの、マイナス34とかどうとかって言ってたよな。こっちゃんな。ん？これ？人間阿弥陀くじ。外れれば、奈落。当たれば、億万長者。一人一回まで。こんな感じ、スッて入ればいいの？書いてある出口です。はもうこれでもまあ言うてみれば預けろよってことやんな。俺多分あのエイドラとかさ、こんなずるいもんね装備せず行けよと。これだけはちょっと装備させてもらうぞ。行くよこれ。一人一回までって、待て、なんて単純なのこれ。一人一回本当に取れたかあんのこれ。行くよ。え？成功した？いや待て、阿弥陀っていうことだからこれ。あ、そっか。あー、これしかもこれ下見ない方がいいんだよこれ多分。あー、あるね。行くよ。おい、はい。どうしよう、もう当たり取られてたらどうしよう。おー、まだ大丈夫。おい、まだ、これ下見たらずっけからね。いくよ、終わるよ、もう動画、終わっちゃうよ、これで落ちちゃったら。来たんじゃないこれ来たんじゃないこれ、最後じゃないこの共有の長さ。ほんで、この下に置いたんじゃないこの、不自然だな、この長さ。いきます。待って、左を押してください。待って、来たんじゃないか、これ。参ります。メットすやん。カズクラメットおらの。ちょっと一人一回まで。なんだ嘘だろよ。待て、もうあれ犠牲者を出すわけにはいかん。ほんと悲鳴じゃねえかよ。もうなんだよあの阿弥陀くじ。本当に当たり入ってんのかよ。当たり入ってんのかよ。あれちょっとこれ旗だけ置きに行くわ。旗だけ。いや待って、あれ全部外れなんじゃないか。怪しい。全部外れなんかなんじゃないかってちょっと思ってきたこれ。はい。読みづら。カズクラ攻略済み。いやー、まんまとやられてしまったなー、これ。貴重なメットが、行ってしまった。これちなみに、出口ですってどういう意味なんやろ。あー、この、買った人だけのための、そういうことかな、これ。ちょっと待って、裏側だけちょびっと見てきていい？これ。ちょっと最後にさ、裏側だけさ、ちょっといい？すげえ怖いんだけど。あの、何個見えた？これ。1個は穴見えたよね。あれ？いや2個。ああ多分あれ、ああいうふうに穴開くシステムなんだな。分かったぞ。変な1マスねペコってなってるのが近場の穴の跡やわ。あーオッケー。12 1個しか当たりないかもしれんな。あれくそー、大盤振る舞いじゃなかったか。なら新しい中古のメットして。ガチャン。はい、というわけで、すいません、皆さんの期待に応えれずすいません。一攫千金目指せませんでした。多分他のメンバーが多分手に入れてくるんじゃないかな。俺あのレベルモンスタージダキクさんのところにもね、死ぬ危険があります、自由参加ですってのがあるぐらいだから。やべえよ。
やばいよあれは。参加やばいよこれ。はい、まあこんな感じで終わりたいなと思います。いや俺もなんか楽しそうなシステム作ろうかな。というわけで本日はこんなところで、また皆さんお会いいたしましょう。バイ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 キン。